判断ちょっとお願いしますよ。はい、じゃあそれではね、十先ガチンコバトル第2試合、中元ダットリ対タミチュンリー、行ってみたいと思います。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。バイトでは、ちょっと今から変えますが、はい、スキー&カルバイト行きます。はい、ちょっとあの解説の方が大幅に、レベルダウンということで、そう申し訳ないですけども、はい、まあ、春から、東京の方に引っ越してきた、中学の、まあ、ビギナーズ で、 そうですね、まあ、上位ビギナーズという範疇にはもうそろそろ、ね、あの超えるんじゃないかって言われてる神君の大会です。そうですね、2人とも結構強くなってきたんで、はい、優勝をバンバンしてとっとと卒業してもらいたいですね。そうですね、はい、さあロケットバルパラスでこれで置き詰め通ればまだ分からない。終わってきません。はい、さあゲージ状況は神君がマックス、もともとなんかサードはやってたっぽいですよ、神さんも。はい、で、インタラが一応、以前は、まあ、コートだったそうで。なるほど。さあ、2年ほど前から、まあ、シンプルを使ったという形らしいです。この画面端ですね。はい。ダットリの上の追い込まれている状況は厳しいものです。さあ、ありがとうございます。しかし、いいスーパー。はい、今のはアジア体制ですね。まあ、谷君はね、結構あの力丸塾にもあの、ね、通ってますし、はい、あのすごい、そうですね、手堅いチュンリーというビギナーズにも出てますけど、マニアックスにも出てますからね。そうですね、昨日は、昨日届いた連続で出場しました。やる気勢ですね、はい。あ、しかも PM の人もね、しっかりリーグへ行って殺しに来ました。あれ、食べずにこれはさあ、ダットリはこれがある。一般的には、はい、クロスを使うダットリの方が多いと思うんですよ。そうですね、ただね、中学の場合は、もう一択なんですよ。そうですね、この体力、クイズは共にありますが、さあ削りかかる、これはグーを取らないだろうと、はい、まず1本目はタミチュンリーが砲撃決めで勝利と。ね、お互い、まあ、手癖というものがありまして、タミ君の場合はああいうとこで、割と出してくるんで、あそこで、まあ、中元がブロって攻撃が入れられるかと。そうですね、できるとはだいぶ、まあ、進行すると、そうですね、はい、変わってくると思いますが、まあ、手癖というところで言えば中元の方が手癖がかなり多いんで、タミ君がそこを順先やりながら感づいちゃったら結構中元が強くなるんじゃないかなっていう気がしますけど、アミさんもかなりの声が強いで、はい、今日もいらっしゃいましたし、ビギナーズもいらっしゃいました。今日もいらっしゃるの、はい、どんだけ強持ちなのかというところなんですが、そうです、今のね、アルフェギャグレスがそうですね、ベントクラケルビギナーズの範疇に超えると一通りのチュンリー の、 テクニックは全部身につけてますんで、あとは多分戦いのところだと思うんですよ、はい、そうですね、配信しながら、こう、上位プレイヤーの皆さんに聞くのが分かると思うんですけど、これはしっかり負けにね、これくらい、はい、まあ、そのあと戦うチュンリー、カリブのチュンリーと、まあ、ね、ワンブローファーの反撃の破壊力をもろに戻りわせる中堅ダットリーって感じですかね。やっぱダットリーはですからね、一回そうですね、一回呼び立てはファンが来るから、ファンが OK ないですから、さあ、着地に動画で、これはちょっと厳しかったな。さあ、
ただ、もう、まだ、どうしても、死なない。いや、通らない。はい。倒してきている。さあ、ゲージも一個回収してますね。はい、ナイスブロック。出てましたよ。はい、カラフォルト。さあ、この裏ボール。ああ、これだね。まだ強まないな。ありますよ、本当に。いやー、こうなるともう攻めですよ。まっすぐ終わりたいですね。ないんですけども、そうですね、セアクレッツで暴れていくのか。いや、いいもんね、人は。ウィンキングチャンネル、マーカー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 、マまあ、今の場合はね、スピードが速いだけだったような気がするんですが、私は3分くらいだったかな、そんな感じで速くて思い返せるっていう。そうですね、少し効果がありますので、その後の要するに、とりあえずそこで一旦周りが切れるというか。さあ、これは当たっていないが、最後はしゃがみ大パンですね。最後はひざ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 。さあ、ここは鉄板切り返していくが、出勤的にはゲートもあるし、体力的にもまだ余裕がある状況ですね。ゲージオーバーのチュンリーにはなかなか前に出行きにくいとダッドリーとはいえ、それでも前に出てきますね。だけどダッドリーの場合は、まあ、仮の中断もどちらもダメージ取れるんで、はい、チュンリーに対しては、まあ、それはね、かなりでかいんじゃないですかね。多分チュンリーは仮くらいと痛いですからね。これだったらしっかりと強いで、さあ、こっちからサプリを強い。あ、タグトラ、はい、アクアレンタ、クジファイヤーの方が入りましたよ。さあ、サクシャスケだろ。さあ、次のターンはちゃんとダウンしてくる。ここだけ早いですね、本当にすんだよ。さあ、まだわからない。今のフォルト出なかったか。まあ、仮に出なかったとしても、プレッシャーにはもうかなりなってると思うんですけど、はい、これでタミ3連勝で2連勝のタミ3となります。ただ試合内容はそんなに悪くないんで、まあ受験がそこまで修正できるんですよね。ちょっとが削り切れてないところが、はい、見え隠れしてるんですが、ここは修正できるのが実際にいいらしいですからね。そうですね。これはちょっと大変。ダメだし。だから 3、4、5、8、3、8。さあ、やっぱり良かってしまうが、出勤側のゲーム状況は悪くないですよ。はい、おかしげよ。まあ、ここジェット、ジェット、はい、いいシーンなんですね。さあ、ゲージ状況は、お互いが引いたんですね。スーパーブレット先生、動かしてるとって、食べていくわ。まあ、そうですね、とりあえず今も、体力奪ったんで、
パイというゲージを食べて、これですよ。タックルはこれですよね。この一回の攻めで。はい。一回ですか。結構ですか。では、まず繰り返して、ハイガイランドに持ち込んでいく。ファイナルラウンド、ゲージ。まず、準備側1本止めてから、仕事をしようという感じですね。そうですね。さあ、そこを、ここで、まあ、お勝負したいタップリーですけども、はい、1本止まった。さあ、まだちょっと。殺しきれるわ。これはもうパスタもヒット。中弦が1本もう取り返した。さあ第5試合ですね、はい、第5試合目となります。ダンプリーさすがにね、あのチュンリーというのもダンプリーのこの攻めを全部広げるかといったら、まあ、そうですね、まあ、一応チュンリーというのはやっぱゲームだなってなところなので、ね、ここはまず攻めたいですね。カロイさん、まだ2人届いたんじゃないか、ちょっともったいない気がしましたが、さあ、ゲージはマックスにしたものの、ギャラルドを取られてしまった。そうですね、ちょっとラインが進んでしまうと、中央側がゲージ2本という、はい、距離の流れになってしまいます。ここですね、確実に追い出してくれ。確認ができてない感じがしますね。ミスが目立ちます。あの体力だったらもう一発がありますが、さあここで画面始め、どうしてだろう。さあ残りがこれは画面に取っていいようなんで、さあ終わりが4勝目ですね。シューミングシファミリオとなります。さあ、ね、やはり、どうやらですね、準備中というのは、最初のこの、ね、最初のラウンドをゲージない状況で、いかに、チューニングにダメージを取らせるかというのが、チューニングやっぱダメージがって、大学生であって、はい、どれだけであってっていうところがあるから、そこから抑えられるかっていうのがあるんですが、ダッツリーが言えば、そのゲージない状況で、まあ、強いのがありますので、攻められるのダメージが取りやすいやり方なんで、ここは厳しいバックスが長い。次はリカップがヒーターの方を取れない。まあ、ともにちょっとミスが目立っていますが、はい、いいですか。さあ、これで取り返した。ファイナルラウンド、ゴー。さあ、現状況は悪くないですよ。今のままですからね。そうですね、この1本買えば、バッテリー側も大ダメージを取れますからね。ただ、チューニング側が2本取れるんですから。まあ、チューニング側もゲージがあるのはもうね、あの、もう、これを、そう、お分かりしたことですから。2本、2ラウンド3の取れたりは。さあ、配球系。ロケットだから、話しっかりだろう。あ、今、キコリが出しました。はい。ミスですかね。
が目立つ。ここで先ほどもさせて、せっかくのコパンチをしたんですが、あんこの手を比べないとちょっと厳しいですね。さあ、中年が飛びますが、これに神が4。神くんの方がいまいち、どうなんですかね、ガーツ首の癖があるんですかね、得意不得意とか。フリーピレイでその程度完成させてもらってるんですけど、最初は乗り換えたこれは純粋に今ちょっと調子が悪いのか緊張してるのか、チームとしてはそこは そこは攻めたいところですね。さあ、この人数が下げるのか、下げないとか、ただ準備の出ない詐欺は結構出てきたいんですよね。出ないと思って攻めてると出ちゃうっていう。そうですね、強行力で映像を使って勝っていく。出ないだろうと思って前に出たからしっかり出しやがったんですよ。ふざけたっていうことがよくありますね、準備で。どうするぞ。そうだね。しっかり倒しますね。さあ、やってる。ただ中継の場合の現場なんで、結構タミ君が近くに飛んでるっていう印象はあるんですけどね。ああ、中ダンプに弾が強い、飛ばない方がいい気もするんですけどね。でも強気切れでやっていくのがいいんじゃないかなと思うんですけど、やばいですね、これはうまい。さあ、このガルマリですね、キーガフォードしっかり交換してくれます。次大事ですよ。確かに。さあ、これでどうでしょうね、切り替えとなりまして、さあ、現在、神子中で2となっております。この自分でクリーンプレーでやってる時はヒットマシンがしっかりしてるイメージは。そうですね、神くんは精度はね、めちゃめちゃ高いのかな。そうですね、そうですかね、神くんたぶん実際に初めてなので、はい、まあ、そういう緊張もあるんですかね。そうですね。あ、強い。これで大きい攻めがどうなるか違うかもしれません。それがカニを届かないこういったのに、パパ、さあこの国出す。さあ、これはワンチャンカニを届けたな。ナッシュデッパー。さあ、これで、お互いゲージマックス。Final round. Now. 払いました。これで回ってみました。ここでガードから。
次ですよ。発表だぞ。まだアンケートあるぞ。はい。で、次の先にはいけないのかな、ラップリは。さあ、どうぞ。これはピオロマイが、しっかりガードしている。出した方にもさすがにと。はい。これが逆転勝利で6本目。今回のビギナーズで、だいぶ終末暴力、膝暴力が取れて、かなり悔しがっていた感じですけど、この辺しっかりで利用で願いと、もっとなるんじゃないかなと思いますが。まあ、ビギナーズ枠の2人とはいえ、まあ、ここまで、まあ、さっきの今のチェックぐらいで、ビギナーズの中でも、カリッテはやっぱ最上位。そうですね、まあ、あとはこの試合内容見てても、2人ともほとんど話がないっていう。まあ、ここは、カリッテがもうブロックがいい。手がきつやっぱ、ジェッパーあ、こう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 、さあ、さっきからね、まとまった目が取れるんですけども、最後のとどめがさせない、中円こういうことちなみに、相模大学手がきつやっぱって、はい、なんかこれ決定ですよね。なんかしっかりブロッキングした技を見てるっていうところですから、ここすごい前が上がりましたね。この画面端を、はい、ハリと、これはまだ知らないが、しかも今バラ当たってましたよ、はい、これは今ちょっと悩んだんじゃないかな、こういうのを出すかどうか。さあ、これで中元が3、サミ君が6になります。Welcome to the world of the dragon. Are you ready? Go. ハハハ、そして全然でかいが入ってる。中継がなんかだんだん生き生きとしてきたんですけど。この辺は引き込みさんの時期で教わってるんだと思うんですけどね。はい、まあ、カリ君はね、力丸コーナーってことで、今月第2回がございます。はい、ありがとうございます。最初のリーダーのガードをしても生き残った気がするんですけど、ウレッグプレイでやってましたね。ダメ端で取り合いです。こっちから何か当たればダメ端という。ね、さっきからサミ君がなんかこう取り組んでいるので、ちょっとなんか硬いのかなと。さあ、ここで10試合目にして初めて EX スピードが飛んできましたね。これはちょっと歩きすぎた、引っかかって画面端にガードがしっかりつないで、シーエゲンが取って、神の空中で4となります。さあ、追い上げてきました。サミ君の動きがちょっと硬いかなっていう気がしてきたんだけど、さあ、次で11本目ですね。ファイティングスピード、エンゲージ。技のコースが見えたので、狙いましたね。心理としては、このバック
ストリーをこの位置に押し込めておきたいところはずなんですが、確かに。さあ今のは甘えすぎたじゃないか。ただまあゼロになって、これはランチャンよ。さあ視界がロッチャンか。え、大一発のやつ。まあ結果オレとりあえずダウンストを1本取りますか。もう中足の回転精度がよろしくないぞ、ね、これはちょっとやりすぎだろ。あっ、違う、しっかり吠えて、今から構成なんですが、ちょっと早すぎた。これはでかいかな。自由源が飛び返っている。違うぞ。すごいわけね。さあ、旅がここで連敗を止めていく。長ったいよ。さあ、中年もこれ以上離されると辛くなって、試合は、出てきてみたい。この4本で殴るしかなかったら、ちょっと厳しくなるので、ね、ここは当てずと向かっていきたいところですから。ここは完璧をしっかりしていく。でもあれはいい。すみません。さあ、神君が息を吹き返したというか、動きが。エコパンチだよ、エコパンチ。いつもの神君なんか戻ってきたような。これまでの11試合であんまり猫パンチを使ってなかったんですけど、ここに来てちょっと対策が思い出されてたのかな。ただね、たとり戦には有効なスピードもあんまり効かないですよね。そうですね、あんまり効かないですね。あそこペパン投げ、ペパンは強すぎ。投げなく8勝目、8対4と、はい、
にが無限だと厳しい状態が変わらない。あれ、大好きが確定ないの？フォークだったら確定があるんだ、はい、ああなるほど、ロケッパだと届かない的な感じ。なるほどなるほど。だから、割と中継のね、ロケッパしか使わないんで、出しとくなっていうのは、タリックはあんまり使わないですよね。さすがに刺さるよ。さあ、チューゲが取り返しまして8対5となります。今日はチューゲは落ち着いてますね。はい、まあね、上の方にはありますけど、まあ、マッチをくれる本当にカウンターはビギナーズと、はい、こう上級者に交じれるギリギリのレベルだと思うので、逆にこの中継の方はすごいと思うんですよね。まあ、でも体的にもいくらがそれくらいでやっぱさあ、しらしほげですよ。ここから連発ですね。うわぁ、エコパンチ久しぶりに出したんですが、戻られている。こちらもない、サブネタ。さあ、理想的な形で1ラウンド取った、カミチキ。バックに対して、カミチキが結構、弱そうで飛んでることが多いんですけど、うわっ、ちょっと様子を見て、ダメージ取られるようにしなくないのかなと思うんですけどね。まあ、だから、ジェッパで、そうですね、ちゃんと応援してるんで、お仕置きしてますんで、その辺もちょっと、要求者的にはどうなのかなというか、ジェッパチの仕置きは、パッ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 あ、すごい、今日は上級者は大変多く見られて緊張する試合なんですね。おばかり弱いな。カフェリコナのウチウエアスタッフ。さあ、カミが9でリーチです。はい、9対5って第9-5です。現在さあ、第15試合、これ最後何度か頑張ってほしい。まあ、でも、上手も1回目には優勝して卒業したい、はい、的な感じは言ってたので、はい、ここで早が決まって、ちょっと最後決まらなかった、もう一度、奥の階段。ここで焦ったか、かっちり焦ったな。壁が大変そうに飛ばしてます。さあ、しっかりさあ、頭にブロック。頼むよ、手間のおかん。
いコンボを決めていくっていうマジで。さあ、中堅が一番見せる。ファイナルラウンド、ゴすごい。じゃあ、一言ずつお願いします。あ、どうも中堅です。今回10作3回目、今回も突発で